今日の都内は朝から気温が上昇し、各地で夏日となっています。午後1時半ごろの中央区銀座では、日傘を差す人や半袖の人の姿が多く見られました。午後2時までの最高気温は練馬で26度、府中で 25.3 度と今年最高を更新しました。他にも青梅で 25.9 度、八王子で 25.6 度と夏日となり、都心は 24.9 度と夏日に迫る暑さとなりました。明日も都内では夏日となるところがある見込みで、この時期は体が暑さに慣れていないため熱中症に注意が必要です。